皆さんこんにちは。増田チャンネルをご覧いただきまして、ありがとうございます。今日は不思議なことには裏がある、そのシリーズの一環としまして、財政状態が世界で最悪の日本、もう天文学的数字の債務を抱えて、支払う可能性、国債を支払う可能性はゼロ。したがって、ディフォルト、債務不履行ということ、これがもう決まってるような国なんですね。しかしながら不思議なことに、そういう破綻したも同然の国の通貨が、世界一の安全通貨になっているという事実、現実があるわけであります。その理由の説明の一環として、日本は先進国世界の中でも例のない、中央銀行と政府が事実上合体している、そういう政府だと。実際は、ジャスダックに、日銀は上場してますし、政府。したがって株式会社と政府は全く形の上で別ですね。分離してるわけです。ね。したがって、まあ、民主主義のルール通り、中央銀行と政府は分離しているということなんですが、政府が日銀の 55% の株を持っているということで、事実上は合体、統一されていると。ということですね。したがって、国債の期日がどんどんやってくると、もう自動的に日銀が金を発行して、通貨を発行してこれを支払うと。まあもちろんワンクッション置いてやるわけなんですが、まあ、つまり日銀が直接、この、期日が回ってきた国債を落とすわけじゃないんですが、一旦日銀が市中銀行に金を入れて、市中銀行が落とすと。こういう形をとってるんですが、実際は同じことなんですね。そういうわけで、日本は、債権者、中央銀行、債務者、国、これが、事実上合体してるから、債務不履行は起きない。ね、それからもう一つは、昔から、明治時代から今日まで、大蔵省が日本を支配し、現在では、財務省が日本を支配し、その中の主計局長が、まさに、中心的存在だと。そして主計局長は、世襲だということをお話ししましたが、この歴代の主計局長が指導してやってきたことはどういうことかというと、日本は当然よその国と同じように国債を発行します。ね。そしてアメリカなんかも発行した国債のうちの30数パーセント、約40%ぐらいは、海外で保有されているわけです。中国は昔は、300兆ぐらい持ってたんですが、もう今は100兆以下に下がって、日本も100兆プラスですかね、100兆円プラスの米国債を持って、サウジアラビアも持ってる、あちらこちらも持っててですね、アメリカの国債の 40% 近くは海外で保有されていると。これはどういうことを意味するかっていうと、ドルの、もうこれ以上ドルは信用できない。ね。もう、こんなにアメリカのその国債が国債が確か31兆ドルぐらい今あるんですね。そして、まあ GDP 比 122% でしたかね。まあいずれにしても累積赤字国債が31兆ドルもあると。そして、毎年、財政は赤字だということですから潜在的破綻状態にあるわけですね。アメリカの場合は本当に潜在的破綻状態なんです。なぜならば、アメリカ合衆国は、中央銀行である FRB の株を一株も持ってないんですよ。中央銀行の株を一株も持ってない。したがって、合衆国は、中央銀行を支配できないんですよ。ね。支配できないどころか、もう株価その他を見ていればわかる通り、中央銀行に支配されているのは政府の方なんですよ。ね。金が物を言うという言葉通り、ドルを発行している、アメリカの通貨を発行しているのは FRB ですから。ね。この FRB が物を言うんですよ。FRB が発行した金が物を言うということは、まさに FRB という債権者、これに債務者の国が、まあ、従っていると言っても過言ではない。そういう状況なんですよ。従って、31兆ドルもたまりにたまったアメリカのこの国債、そしてどん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 支払い期日、償還日がやってくるということになると、アメリカは、日本と同じように赤字国債を発行して、これをどんどん払っていかなきゃならない。日本とアメリカと大きく違うところは議会が介入してるんですね。アメリカの債務を、この、支払う場合、
これ議会承認が、議会が承認しなくちゃいけないんです。ね。だから議会が、アメリカの債務の上限を決めるわけです。ね。そしてその上限の以内の債務であるならば、FRB がこれ払う。ね。これは払われるわけです。ね、つまり財政破綻、ディフォルトしないで済むわけです。不履行しないで済むわけです。ところが今問題になってるんですが、もう去年の上限が31兆ドルだったんですよ。ところが、去年の12月の段階で、もうアメリカの負債は31兆円を超してるんですよね。で、毎日毎日超してるわけです。したがって、もう急いで、この31兆ドルの上限を32兆ドルにするとか、35兆ドルにするとか、いうふうに増やさないと、アメリカは、債務不履行になる。そればかりか、アメリカの政府機能が全部ストップするわけです。役人さん、公務員の給料も払えなくなるわけです。もうアメリカでは年がら年中そういうことが起きてまして、オバマ政権の時に2回、トランプ政権の時も1回、今度はまあバイデン政権で、今年の夏にまた政府機能が、政府が機能しなくなるということが多分起きると思いますね。というようなことでですね、アメリカはまさにリスク大国で、アメリカの国債がいつ破綻するかわからないというのが現状なんです。ところが日本は大蔵省の主計局長のまあこれは偉いところなんですが、日本の国債は海外に持たさないような政策をずっと取り続けてきたわけなんです。ね、これ為替債券の債券市場の自由化ということをですね、日本の債券市場は日本独特というか日本の債券市場なんです。ね、ここに海外のこの資本を入れて、この債券市場で売り買いということはですね、信用取引はいいんですが、現物の取引においてはそれができないことになっている。したがって、日本の国債を持っているのは全部日本の国民、まあ言いやす、わかりやすく言えば日本の銀行であるとか、政府の諸々の機関であるとか、あるいはまた個人であるとかということで、日本の国債は全部国内で消化されているわけです。したがって、今、日本の財政状態は世界で一番悪い、最悪なんですね。うん。だから、もし、日本の国債が世界市場で売り買いできると。つまり、国債市場がオープン化されてるならば、みんな売りますよ。ね。もう売れ、日本の国債を売って、アメリカの国債を買うということが当然起きるでしょうね。そうすると、日本の国債は暴落して、円も暴落して破綻するということが起きるわけですが、日本の国債を持ってるのは全部日本の国民、銀行国民で、海外は持ってないんですよ。で、持ってないものは売れませんね。だから、日本の財政状態が世界最悪であっても、誰一人として日本の国債を売る者はいない。これと、それから、金づるである中央銀行を政府が子会社として持っているという事実。そして、国債、日本の国債は、日本の国内だけ、海外で持たれていない。この二つからしてもですね、日本の国債がディフォルトに陥ることは絶対にないわけですね。そういうことから、世界では、日本の円は世界一の安全通貨であると。いうふうに決めているわけであります。過去においても欧州その他で金融危機ということが起きたときはもう必ず円は高騰しました。ね、そういうふうに世界が、日本の通貨は世界一の安全通貨であるというふうに認めている、その裏には、ね、日本の国債が日本だけで消化されて海外で所有されてない。したがって海外は売りようがない、売れない。日本がどんなに財政状態が悪くて、世界最悪の財政状態でも、誰一人として世界の人は売ることができない。日本の国民は、自分が持ってる日本の国債を売れば、国債が暴落する。暴落すれば、自分も破綻することになりますから、自殺行為は一切しない。ね、したがって、日本の国内で消化されている日本の国債。これは売られることはない。海外は持ってないから売れない。そしてお金がいるときは、子会社である日銀が必要なだけの資金を発行して、間接的に政府がその資金を得て、そして財政出動なり福祉のためなり何のためであろうと必要なものにどんどん使う。そして日本の国会で日本の債務の上限を決めることはない。したがって、使い放題と。
その結果が今や GDP 比 260% という膨大な借金を政府が抱えることになった。しかしながら、どんな膨大な借金を抱えようと、ディフォルト、支払い不能になる、債務不履行になることはありえないわけですから、結構な話で、ポピュリズムじゃありませんけども、国民があれが欲しい、これが欲しい、あれが欲しい、これが欲しいって言ったら、どん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 国債を発行してお金を作って、そしてどんどんと財政出動すればいいというのが日本なんですよ、ね、だからこういうもう行き詰まって、こっから先先進国は破綻しかないという、こういう今日において、ね、日本だけが全く破綻というハの字もない国で、ね、そして経済成長もしない、賃金も伸びない、株も上がらない、何もかにも成長しない、死にたい状態だと言われながら、一番大事なのは命ですから、ね、日本だけは絶対命に別状はない、日本以外の国はいつ死ぬかわからない、これが今日の冷静な判断であります。これで皆さん方、最悪の日本のこの円、通貨である円が世界一の安全通貨であるということの理由がよくお分かりになったことかと思います。では、この辺で終わりといたします。